奈良の大和郡山市というところからやってまいりました。このめちゃハッピー祭り毎年参加させていただくことを、本当に、メンバー一同楽しみにしております。今日踊らさせていただきます曲は初時というタイトルになっております。ひらがなで初時、私たちがよさこいを始めた初めての時、そしてこれから出会うたくさんの、出来事を紐解いていく、その意味を込めて初時というタイトルにいたしました。今この場所を精一杯楽しんで、そして笑顔で踊りたいと思いますので、どうぞ温かい応援よろしくお願いいたします。お願いします。はい、およさこい踊りです、初時、構え。
はい。